次に加西明君、加西君、日本共産党の加西明です、えー。ウクライナ情勢をめぐって質問いたします、えー。ウクライナのクリミア自治共和国の議会が3月6日、ロシアへの編入を求める決議を採択をし、この16日に住民投票を実施することを決めました。さらに昨11日、クリミア自治共和国の議会とセバストポリ 市議会はいわゆる独立についての宣言を採択をして住民投票で結果が出ればロシア連邦加入を申し出るとしておりますまあこうしたことでウクライナへのロシアの介入は新たな事態に入っていると思いますロシアの国会も編入を可能とする法改正を準備しているとされています外務省はこの事態をどう見ているでしょうか端的にお答えください 丸山大臣官房参事官、お答え申し上げます。あのクリミア自治共和国のロシア編入に向けた動きはウクライナの領土の一体性の観点から問題があると考えております。我が国として深刻な懸念と憂慮を持って事態を注視しているところでございます。加西君、今回の自民投票の自主決定という事態を受けて。 これまでクリミア半島へのロシアの軍事介入を批判していた国連安保理理事国を含む欧米諸国などは、クリミアの編入を違法とする批判を強めていると思うんですけれども、どんな状況でしょうか丸山大臣官房参事官。お答え申し上げます。あの各国の,あの、えー、反応でございます。 あのえー、これはあのウクライナをめぐるロシアの行動につきましては、これまでさまざまな反応が示されておりあの、一概にお答えすることはなかなか困難でございますけれども、具体的な例を申し上げれば、例えばあの3月1日にあのウクライナにおけるロシア連邦軍の使用権限に関する連邦員の決定に関してはあの、英国はこれは深く懸念、それから EU は遺憾であるという旨を述べております。また最近では3月6日、あのこれとはまた関係あの、別のコンテクストでございますけれども、 オバマ大統領が国際法の違反を非難すると発言したと承知しております笠井君。まあ違法とする批判を強め、そして住民投票はロシアがクリミア自治共和国を併合する道を開くもんだと、それを回避せよという声も強まっていると承知しております。岸田大臣、今回の編入問題について、各国からの批判の根底にあるのは、国家としてのウクライナの承認なしに、 クリミア自治共和国の編入が可能なのかという疑念であります。クリミア自治共和国議会の決議後に開催された安保理会合では、多くの国が編入問題での住民投票の実施について、ウクライナ憲法に対する完全な違反という声を上げております。そこで大臣、その一国の一地域が一方的に分離独立、他国への編入を決めるということは、 国際的に認められるということなんでしょうか。外務大臣あの、まあ、クリクルミア自治共和国での、まあ、動きにつきましては、まずあのウクライナの,この領土の一体性という観点から、この問題があるというふうに考えておりますが、併せて、このウクライナの憲法との関係においてもです、ねえー、これ、ウクライナの憲法におきましては、 このの、まあ、領土の変更につきましては国民全体での,この投票が、えー、求められています。その憲法との関係においてもです、ね、これは問題があるのではないか、このように認識をしております。あのまあ、国民投票あ、失礼、住民投票を行うこと自体が、国際法との関係において、問題が生じ、たすぐたちまち問題が生じるものとは認識をしておりませんが、この えー、住民投票が行われた後、どのようなことが行われるのか、まあ、これについては、えーえーまあ、あの注視をしていかなければならないと存じます。えー、その辺の動きがあのご指摘のような国際法との関係において、どのようなあこの関係にあるのか、えー、この深い憂慮と懸念も持ちながらです、ね、注視をしていきたいと考えています。 外務省に伺いますが、今回の場合、クリミア内のロシア人以外のウクライナ人、あるいはタタール人など、少数民族との話し合いとか、あるいはウクライナ地方政府との交渉といった民主的な手続きというのが行われていると認識しているのか、行われてないんじゃないかと思うんですけれども、丸山大臣官房参事官。 お答えいたしますあの今回の分離や編入に関する住民投票自体というものは、国際法に関しては、特にこれは禁止されていないということ、先ほど大臣から答弁したとおりという認識でございます加西君あの私、聞いてるのは違うんですねその、そういう形で編入とかっていう動きに対しての話で、そのきちっと少数民族や中央、ウクライナ中央政府との交渉といった手続きというのはあるのかないのか、どういう認識に立っているかということを聞いているんです。 丸山大臣官房私どもといたしましては、あの今回の,あの住民投票というものが、ウクライナの憲法上、さまざまな問題があるということは承知しております笠井君やられてないということなんですけれども、何より問題なのは、事態がロシアの軍事的圧力の下で進んでいるということであります。 ロシアがクリミアに展開している軍の規模というのは、2万人とも3万人とも言われておりますが、そうした中での住民の自由な指思表明などありえないと、こういう問題。大臣、結局、クリミアの分離とロシア編入というのは、ロシア政府も認めてきたウクライナの主権と領土保全の侵害となって、事態をさらに複雑にするだけじゃないかと思うんですが、どういう認識をお持ちでしょうか外務大臣。あの まず、ウクライナ国内における今回のロシアの動きにつきましてはあの、国際法、あるいはこのロシアとウクライナの間で交わされている地位協定、こういったものに照らしても、この問題があるのではないかと考えております。あの ぜひ、こうしたあの国際法をはじめとする法の遵守、えー、そしてウクライナの主権、そして領土の一体性、まあ、こういったものはしっかりと尊重されなければならないと、われわれは考えております加西君外務省の9間、国連の安プリ会合では、ロシアのチルキン大使が、少数派のロシア系住民が、ウクラナイナ暫定政府に弾圧、えー、されようとしているなどと、まあ、ロシア軍の活動を正当化しようとしているに対して、 安保理の各国代表から、主権侵害とする批判が集中したんじゃないかと思うんですけれども、そういう議論があったかどうか、いかがですか丸山大臣官房参国連におきまして、あの今あの、委員御指摘のような議論があったことは承知しております。加西君 まあ例えば、イギリスは主権、独立、領土の一体性への明確な侵害、国際違法違反であり、21世紀の世界でこのような国際違法違反は許されないと非難をいたしました。リトアニアも、ウクライナのどんな事態も軍事侵略を正当化できない、正当化できないとするなど、軒並み厳しい違反であります。ロシアとウクライナは、ソ連崩壊後、相互の主権と国境を尊重する協定を締結している。ウクライナの核兵器を撤去する1994年の ブダペスト覚書では、ロシアを含む核保有国がウクライナの独立主権、現国境を尊重する、こう明記しておりますね、いかがですか丸山大臣官房参事官。お答え申し上げます。あの委員ご指摘のブダペスト覚書は、ウクライナが米国、ロシア連邦、英国との間で交わした覚書であり、 ウクライナがあの核拡散防止条約に加盟するにあたり、核兵器を放棄する代わりにウクライナの領土を保全する旨等を規定したものと承知しております。具体的には、第1条に、米国、ロシア連邦、英国はウクライナの独立、主権および現在の国境を尊重する,をすることを約束することを確認する旨、規定されております。また、第2条には、米国、ロシア連邦、英国はウクライナの領土一体性および政治的独立に対する、 武力の行使等を行わない義務を確認する旨、規定されております笠井君、まあ、さらに1997年のロシア連邦国会艦隊駐留の地位および条件に関する協定でも、主権尊重と内,部内政不干渉、これをうたっていると思うんですが、いかがですか丸山内閣官房参事官。お答え申し上げます。 えご指摘のロシア艦隊の地位と駐留条件に関する協定は、ロシア国会艦隊のウクライナ領における駐留に関する条件等を規定するものでございます。ウクライナの主権に関しましては、第6条第1項において、ロシア連邦国会艦隊はウクライナの主権を尊重し、その法令を遵守して、ウクライナの内政に干渉しないと規定しております君大臣、ロシアの軍事介入がこれらの協定に違反するのは明白じゃないかと思うんです。 また、国連憲章はいかなる国の領土保全、または政治的独立に対する武力行為、これも禁止をしていると、これにも反するということは明らかじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか外務大臣あの。このロシアの行動については、えっと、3月3日の日に、G7 の,の共同声明をまあ発出しております。 この中においてです、ね、えー、っとこ,のこうしたロシアの行動につきましては、えー、国際法上、そして、えー、このにロシアとウクライナの地位協定、えー、等に照らして、この問題であるということを指摘をしております。我が国もこの G7 の,の共同声明に参画しておりますので、同じ認識に立っております。 君まあことの発端はウクライナの政変でありますが、これに対して、ロシアのプーチン大統領は3月1日に、ロシア系住民や軍人軍属を保護するとして、ロシア軍をウクライナ領内において、ウクライナの政治社会情勢の正常化まで使用すると表明をして、これをロシア連邦委員上院も承認したと、3月3日には我が党の市委員長は、この問題で党の見解を発表いたしまして、アファナシェフ駐日ロシア大使と会談して、ウクライナ政府の 同意も国連安保理決議もないもとでの軍派遣は国際法上許されず、明らかな侵略になるとして、軍事介入の中止を求めました。岸田大臣、ウクライナ政府の同意も国連安保理決議もない。このもとでロシア軍を派遣して軍事介入を行うことは、ウクライナの主権と領土保全を侵害するものであって、明らかな侵略となると。そういうことじゃないかと思うんですが、いかがですか。 外務大臣、あのま3月1日にプーチン大統領が、このロシア連邦院に対して武力使用の承認の申請を行い、そして連邦委員がこの承認したことにつきましては、あの3月2日の日に、私自身、この大臣談話をあの発出させていただきまして、この深刻な懸念と憂慮を表明いたしました。 あのこの点については、英国、まあ、EU 等、えー、もです、ね、深い懸念、あるいはこの遺憾の意を表明しております。えー、こうした思いにおきましては、この国際社会と、えー、この我が国はこの思いを共有していると考えております加西君外務省に伺いますが、国連総会が1974年に採択した侵略の定義に関する決議というのがありますが、その第一条では、 侵略とは国家による他の国家の主権、領土保全もしくは社会、政治的独立に対する、または国際連合の検証と両立しないその他の方法による武力の行使であって、この定義にさ、あの、述べられているものを言うというふうに言いながら、第三条の中で侵略行為ということでいくつか列挙しておりますが、その中に、えー、他国の港や沿岸の封鎖、駐留軍の合意、中流軍の合意に反する使用、 武装集団、非正規軍の派遣への関与,関与、こういうことについても侵略行為とされている、そこに書いていると思うんですけれども、いかがでしょうか山田大臣官房三官お答え申し上げます。あのご指摘の1974年に採択されました、国連総会決議第3314号、ここにおいてはです、ねあの、侵略の定義および侵略行為についてあの、ご指摘のような規定が設けられております。 他方あのこの決議はです、ね、法的拘束力を有するものではなく、あくまでも安保理が個別、具体的な事例に関して侵略行為の、えー、存在を決定する際の指針、ガイドラインとして定めれたものでございまし法的拘束力の問題、今、私聞いてるんじゃなくて、具体的な問題に即してということですから、具体的な問題に即せば、今回の場合、まさにこの国連決議に当てはまるという事態が進行しているということであります。 大臣、そういう点では、ロシアに対して軍事介入はやめようと、やれば侵略になるとはっきりと正面から言うべきじゃないかと思うんですが、なぜそれをはっきり言われないんでしょうか、認識を共有しているとか、先ほどから G7 の話されますが、この侵略、軍事介入はやめようと、やれば侵略になるよと、きっぱりなぜそれを言わないんでしょうか。外務大臣 あのロシアに対する働きかけは、あのこうしたあの混乱が発生してからのうちさまざまなレベルで行ってきましたが、あの昨晩私自身ロシアラブロフ外相と一時間にわたりまして電話外相会談を行わさせていただきました。その際にはっきりとこうしたクリミアにおけるこの住民投票あるいは このウクライナ、この東部におけるこの緊張の高まり、こういったものに対して、この問題提起をし、懸念を表明し、そしてこの平和に事態を解決させるべきである、力による現状変更は許されない、こういった思いを伝えさせていただきました。 今回の事態を平和的に収拾するためには、ロシアとウクライナ暫定政権との直接対話が重要であるということ、そしてクリミア、あるいはウクライナ東部に対しまして、この国際監視団を受け入れるべきである、こういった働きかけを行わさせていただきました。ぜひ、こうした働きかけを受けて、ロシア側も事態を平和に収拾するべく、努力を していくことを求めて生き続けたいと思っています。笠井君、まあ認識を共有するって言っている EU 欧米諸国を見ますと、例えば EU の三日の外相理事会などでは、そのロシアの行動を侵略行為だとする、まあ明確に述べながらあの問題を言っているわけでありまして、各国からはそういう声が上がっている。しかもどの国も今の事態をロシアの行動を支持していないわけでありまして、誰が見てもそういう事態だというわけであります。 ロシア側、ロシアの軍人軍属のために必要だとも言いますけれども、そのためにウクライナ全域にわたってロシアが軍を展開することになれば、これは国際法違反の侵略になると、大臣ね、いろいろ問題があると、それから一体性の問題とかいろんなことを言われますけれども、しかしはっきりとここは、ロシアによる軍事介入を中止をして、事態をエスカレートさせないようにと。 一刻争って、それを強く求めるべきだと思うんですが、いかがでしょうか、解決のためにもそれが必要だと。会議大臣、まあ、あの我が国としましては、この、まあ、ウクライナの、まあ、同意なくして、ウクライナの領域で、まあ、軍隊を運用するということ、えこれはこのロシアとウクライナとの間の、まあ、1997年の地位協定をはじめとする国際法上の義務に反するとえ考えております。 侵略に当たるかどうかというご質問ですが、この現時点での状況につきましてはです、ね、まだ十分に明らかになっていないことからして、この侵略に当たるかどうかという判断には至っておりませんが、いずれにしましても、このロシアに対して、国際社会と協調しながら、 この平和理にの,この事態収拾、そして自制やこの責任ある行動を求めていく、こういった働きかけはしっかりと続けていかなければならないと思っています西君私、今聞いたのもあのウクライナ全土にわたって、とにかく軍を展開することになれば、これは国際法,の法違反の侵略になると、軍事介入をやっていけば、侵略になるということを。 しっかり言うべきだと言っているわけでありまして、現時点でどこまでっていう話をしているわけじゃないんですね。そ,れそこの現時点の認識を問題だと言いながらも、やったらなりますよと。いやることをはっきり言わなきゃいけないということを私申し上げているんですけれども、あくまでそのことを言われないとで。欧米など各国が声を上げても、そこまできっぱり安倍政権、そして日本として言えない。私は、 侵略の定義は国際法にも、国際的にも定かでないっていうようなことを安倍政権よく言われますけれども、そういう立場では国際、世界政治に対応できないと、そんな外交ではダメだと私は強く感じております。ウクライナ問題は外部からのいかなる軍事介入も排して、そしてウクライナ国内の当事者間の対話で平和的に解決することが求められていると。そのためにも日本政府として軍事介入をやめようと。 侵略になりますよと、きっぱりした態度を取るべきだと、このことを強く求めて質問を終わります。